どうも皆さんこんにちは。簡単ギター教室ガズギターのガズでございます。はい、このねガズギターはですね、普段はこの YouTube チャンネル、このガズレレというウクレレの YouTube チャンネルレッスン動画公開してるんですけど、日曜限定でギター教室、宇宙一簡単ギター教室やってます。さあ今日もモリモリやっていきましょう。本日のテーマソングはこちら、ドン、情熱のバラ、ザ・ブルーハーツの名曲中の名曲、ど真ん中。今日は熱くストレートに行きたいと思いますよ。はい、このガズギターなんですけど、さっきも言いましたけど、宇宙一簡単ギター教室ということで、今日はね指2本だけで弾けるコードでこの情熱のバラ取り組んでますからね。指2本だけです、左手のコード。これは初心者の方、まあ、楽器触ったことない方でもできればアレンジしてるんですけどね。まずそのためにはガズギターの方法をちょっとマスターしてもらいたいなと思います。本当にできるのかな、私にできるかな、ギター憧れちゃうなという方、ガズギターで始めましょう。概要欄にガズギターで始める音楽の始め方の URL 載っけとくんで、そこにジャンプしてもらって動画を見ながらちょっとだけ練習してもらって、今日ねコード5個ですから、コード5個の指2本コード、こういう曲でまず演奏していきましょう。はい、そしてですね、いつもお伝えしてるんですけど、本来さっきも言いましたけど、このチャンネルってガズレレというねウクレレの YouTube チャンネルなんですけど、ウクレレとギターの親和性ってすごくいいんですよね。弦楽器だしリズムの取り方とか基本的には同じなんで、おすすめとしてはウクレレの方が簡単なんですよね。ウクレレでちょっとなんとなくその弦楽器っていうのはこういうもんだっていうのを分かった上で、ギター横展開もおすすめですんで、ぜひウクレレもちょっと検討してみてください。ガズレレで始めるウクレレも URL 貼っとくんで、楽しいですよということで、さあ今日も始めていきましょう。いつものように2バージョンいきます。最初のバージョンは初心者さん向け超シンプル簡単バージョン、めちゃゆっくりいきます。しかもすごいショートカットアレンジしてるんで、まずはね基本を押さえてツボを押さえてやっていただくということで、最初は簡単バージョンをゆっくりやると、後半は、今のさっきの今シンプル簡単バージョンよりはちょっとロングバージョンなんですけど、それでもショートカットバージョンなんですけど、ちょっと途中決めとからですね、面白いアレンジも入ってるんで、かっこいいバージョンはもうリズム、かっこいいリズムが登場しますからね。まず最初はですね、初心者簡単バージョンなんですけど、このコードたちを使ってやっていこうと思います。はい、よく見てもらうと分かるように、黒い点が一つのコードに対して2個しかついてないっていうことは、押さえる指2本ですからね、このコードでいきます。簡単ですからね、初心者の方もこの曲すぐ弾けるようになります。まずは簡単バージョンゆっくりとやってみる。1,2,3,4、ここはゆっくりなんです。イントロ途中でリズムが変わっていきます。指2本コードだけですよ。だんだん遅く伸ばします。ここから本編です。 1,2,3,4。 永遠なのか本当か、時の流れは
やってみました。あー、ブルーハーツの情熱のバラ、いやー、これはいいですね。あの、いかがでした？あの、コードは指、日本コードでもうたった5個なんですよ。まあでもすごいですよね、音楽って。この簡単コードだけでこの素晴らしい音楽がこう作り出されるわけでございます。はい、出てきたコードは C と G と F と A 星、星ということなんですけど、今一度このコード見てもらいたいんですけど、よく見ると×がついてるところあるじゃないですか。ここがちょっとね、やっぱ一個のキーポイントなんですけど、できれば押さえたく、弾きたくないんですよね。ただ C の時じゃあ弾いてみるとね、6弦も鳴ってるとちょっとね、あ、なんか気持ち悪いっていう時にはこのね、ガズの場合は親指で6弦ちょっと触るんですよね。そうすると6弦だけ弾くと音がこうくすぶって止まってるでしょ。これミュートって言うんですけど、こうやって6弦の音が響かないようにしてるみたいなのあるんですよ。まだ慣れてきたらそういうのをちょっと気にしてほしいんですけど、ひとまずはね、ファーストステップとしてはとにかくこれ指2本で押さえて、もう弾いてみる。これでいいです。で、しかもこのザ・ブルーハーツの情熱のバラっていうのはですね、初心者さんでも全開でいけということをですね、これ曲のメッセージとしてもう伝えてくれてるわけですから、下手とか上手いとかじゃなくて、とにかくパッションとともに歌う。これをね、皆さん、まずやってみてください。恥ずかしいとか言ってる場合じゃなく、とにかくこの音楽を自分で生み出すリズムに乗って、やって、これがロックのですね、やっぱり基本姿勢というか、エネルギーと言いますかね、抑えきれないこのエネルギーをこう、みたいな、そんなとこあります。あると思いますからね。あえて説明というと、もうそれだけですね。あとコードがね、ワンブロックずっと1個なんですけど、やっぱリズムが 1,2,3,4,1,2,3 ちょっと早めっつうのがね、あれなんですけど、そんなに難しくはないとは思うんですけど、ね、途中のところの、間奏みたいなところで1回、ダーン、トゥー、ワン、トゥー、スリー、フォー、ダーダーダー、ここはちょっとね、1回ダーンと弾いて、こう、ボディを叩いて、リズムキープするみたいなところかな、というふうに思います。ぜひまずここまで、これね、ガズギターはね、まず初心者の方の01、これをですね、大事にしてますから、できたという体験をここでしてくださいということですね。はい、まずはですね、これから後半ね、かっこいいバージョンの解説に入っていくんですけど、その前にガズギターによる超簡単楽譜シェアしていきます。ガズギター、情熱のバラ、ザ・ブルーハーツでーす。はい、これイントロね、 FGCFGC ってやるんですけど、ここね、ちょっとここに書いてあるゆったりなんですね。ちょっとだからゆったり後で伸ばしといて、ここからリズムがちょっと激しくなる、歌が始まってくるということです。これちょっと見てもらうと分かるんですけど、今日ワンブロックこの1個はこれなんですよ。なんでね、でもここですよ。ここから行くと、永遠なのか、本当か、1234、1234、1234、こんな風に進んでいきます。なんで、ね、シンプルなんですよ、めちゃくちゃ。なんで、これ、ひとまずこんな風にカメラに映しておくんで、一時停止で、皆さん、ノートとかに書き出して、練習してください。いいでしょう。繰り返しだし、この順番が同じだからね、はい、こことここちょっとな、順番違うけど、これとこれという感じで、同じ順番なんで、このパターン覚えちゃうと結構大丈夫。ここが、ちょっと流れが変わるとこなんですけど、ここね、ちょっとここ、茶が半分で書いてあるんですけど、これ、かっこいいバージョンではちょっとノリを変えます。はい、後で解説しますけど、ひとまずこんな風にやって、で、ここを見てもらうと、ここに書いてあるんですけど、ここを見て、2回目はサビ A だから、これ後で繰り返します。なんで、B メロまでいったら、これ、間奏に行きます。この間奏結構特徴的だったんですよ。ここで、ダーテ、ワン、ツー、スリー、フォー、デッテ、みたいな感じで、これかける2ですからね。はい。これをやって、F、G、C やっといて、で、またここ後半のところに行きます。で、ここの、なるべく小さな幸せと、これをやったら、この B メロ行くんですよ。繰り返しです。で、さっきのこの B メロのところで行きますよね。で、ここ2回目やったら、ここも書いてあるように、2回目の後はサビ A だから、ここで初めて、情熱の真っ赤なバラを、これが出てくるわけですよ。これ歌いたいんだけど、これ1回しか出てこないんですよ、この曲で。すごい、このね、センスがね、もうブルーハーツさん素晴らしすぎるということで。こんな感じで終わっていくというのが、今の演奏のアレンジでございました。これだから一応フルコーラスのバージョンなんですね、今のはね。はい。じゃあ出てくるコード、ちょっとここにも書いてあるんですけど、まあ、ちょっとこっちで見てみましょう。さっきも言ったように、今やったシンプル簡単バージョンは、
このコードになってます。はい、さっきもちょっと勉強しますよね。じゃあここからでも早速かっこいいバージョンの解説に入っていこうと思うんですけど、かっこいいバージョンはこのコードの C と F と G にご注目ください。ここで変わります。パチン。はい、ちょっと増えました。色がついたところが指が増えましたということなんですけど、ちょっとリッチな響きになります。 C は、さっきはこの2個だったのにこの2弦の1フレットが足されると、 G はこのさっきここ2個だったのに対して1弦の3フレットが足されると、で F に至ってはさっきこことここだけだったんだけど小指で、4弦の3フレットと3弦の2フレットが、加わるんですよ。これちょっと F 難しい。で1弦と2弦はバツがついてるから人差し指の腹でちょっと当ててあげる。そうすると6弦から弾いていくと1弦と2弦はこうやってミュートする音が出ないようにするのが理想ですけど、あ、これあくまでも理想なんで初心者の方はまずこれ1弦と2弦ちょっと出ちゃってもいいと思うんでちょろっとトライしてみてください。コツとしては1弦と2弦を弾くときに弾かない、3,4,5,6 だけをちょっと F の時はちょっと中心に弾いてみる。これがね、おすすめの、プレイ方法でございます。はい。そして今回かっこいいバージョンでは、リズム、ピックを使った8ビートでいこうと思います。いつものことなんですけど、ガズの、好みとしては、やっぱここのブリッジというところにちょっとこの右手のこの部分を添えてですね、ブリッジミュートといって、こんな感じでちょっとくすぶった音、これくすぶんないとどうなるかというとこんな感じとか、こんな風にキレよくすることもできます。これ好みの問題なんでどのプレイでもいいと思うんですけど、ガズはこんな感じでちょっとこうねブリッジミュートをかけてアクセントをドンタドンタこの弾き方でいこうと思います。そしてですね、途中でツタタタタタみたいなのが書いてあるんですけど、それはみたいな、最初にジャパパパパパパパっていうのをやったりとか、あとはね、B メロで答えはきっと僕の方っていうところなんですけど、ここちょっと解説しますとですね、ちょっとやってみましょう。ゆっくりめで、ワン、ツー、スリー、フォー。答えはきっと僕の方だ。ここだけリズムがちょっと落ちる感じにしたいですね。そうするとゆっくりやるとダンダダンダチャカダンダダンダチャカ、8ビートのチャが半分になるよということで、ここちょっとねリズムを変えてますということでございます。その後に出てくる間奏のところもですね、ちょっとこんな感じです。ワン、ツー、スリー、フォー、姫ですね。ダンダダスカパパパパカ、これカッティングって言うんですけど、どこでもいいんで左手で弦を押さえておいて、右手は押さえちゃダメですよ。触るだけ押さえちゃうとなっちゃうからね。弦を触れるだけでリズムを刻む。で次、F と G で、これもカッティングといって一瞬ここ離して止めてるんですよね。こういうことです。左手でこれ止めてるんですよ。これをカッティングと言いますけど、一瞬芸なんでね、難しかったらダダ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 ダ心のずっと奥の方をですね、やってみますと、心のずっと、ダッ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 、C で、これカッティング、左手で一瞬止めてるんですよね。はい。難しかったら、ジャンジャンジャン、なんか、ダー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 でもいいですね。ここはちょっとカッティングっていう技がなかなか登場するんですけど、まあ、可能であればということで、これ全然、ダー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 でも、OK だと思います。ちょっとメリハリをつけるということですね。あとはもう駆け抜ける。この曲はね、やっぱりね、この突き進む疾走感がポイントになります。ちょっと C で弾いてみると。このなんつうの力強い前のめりに行く、この感じがですね、やっぱブルーハーツは欠かせないかなと思います。パワフルに行きましょう。そして、さっきもイントロはね、イントロのところはちょっとテンポ遅めにして、途中で速くなる。これがかっこいいとこなんで、見逃さないようにしていてくださいと。じゃあやってみましょうか。ガズギター式かっこいいアレンジバージョンの情熱のバラザーブルーハーツ。やってみる !1,2,3,4! ダウンピック
ブルーハーツの超烈のバラ、ガズギター式かっこいいバージョンやってみました。テンション上がる。これはやっぱりロックのこのですね、あんまりこの抑えられてないなとか綺麗に響きがっていうよりは、やっぱりこのねエネルギーとかパッションもこうドーンとこうぶつける、応えてくれますから、このギターが。はい、いやーこれはですね汗かくやつです。汗かいてやってください。やっぱロックはですね、このパワーがやっぱ大事になると思いますんでね。まあでもコードはですね、ガズギターならではの簡単アレンジにこれとなっているわけですからね。で、やっぱり最初のシンプル簡単バージョンとこっちでは結構やっぱリズムの感じとか速さとか、あとコードのやっぱ響きもね、だいぶレベルがアップしているんですけど、まあその間を取って、だんだんステップアップしていくっていうのがいいんじゃないかなと思います。音楽はやっぱ音を楽しむって書いて、やっぱ楽しむのが一番の要素ですからね。できたとかできなかったとか、うまくいったとかじゃなくて、やっぱり気持ちが乗ったか、エネルギッシュにできたか、特にこの曲なんかはね、そんな気分で行きたい曲です。皆さんどうも、チャレンジしてみてください。楽しいですよ。はい。そしてこのガズギターなんですけど、毎週日曜日にね、レッスン公開してるんですけど、なんか質問などあったらコメント欄活用してください。いろんなことをそこで動画に公開したり、その答えたりしていくんで、ぜひ書いてくださいということですね。はい。そしてこの楽しさ、ギターって思ったより簡単だよみたいに思った方、どんどん楽しんでもらって、その後、周りの方にもね、ガズギターでやったらすぐできちゃうよって感じで広げてくれるとすごく嬉しいと思います。チャンネル登録なんかもね、ガズレレのウクレレもめちゃくちゃ面白いですからね、ウクレレもぜひトライしてみてください。ではまた日曜日に会いましょう。さよなら。